平野翔シ陸デビューで動き出す、ナンバーアンダーライン愛との共生関係。家族、個人事務所本店捨て間疑惑、絶対切れない絆。ナンバーアンダーライン愛の平野翔26の弟、陸こと平野陸平野陸ラノリク、24が12月20日発シングル、ススダウトイット、で CD デビューすることが決定した。表題曲、 ダウトイットは12月1日から先行配信されている。平野兄弟は幼少期からダンスやラップに明け暮れていて、翔さんは旧ジャニーズ事務所、旧スマイルアップに入所し、キングプリンスとしてデビュー。一方でリクさんは21歳でアパレルブランド RKS リッキー、リクスリッキーを立ち上げ、2022年にアーティスト活動も再開。 故郷である愛知県名古屋市を拠点に活動していました。平野家の兄弟、家族の中の良さは有名ですが、翔さんがジャニーズを辞めたことで共演もしやすくなったのでしょう。7月19日、陸さんが自身のインスタグラムに、お互い頑張ろうねん、と添えて、兄弟のツーショット写真をインスタグラムに投稿したこともありましたね。女性誌ライター。 昭和3月4日、5日に愛知県岡崎市で行われたグルメイベント、キッチンカーフェスティバルに、家族ぐるみで参加していたことも報じられている。同イベントにアーティストリクとして出演していたリクの応援に来ていたのだ。兄弟仲が良すぎるあまり、過去、昭にステマ疑惑が言われたこともあった。基本的に、 ジャニーズタレントは家族や知人がやっている商品や会社を紹介、プッシュするのはタブー視されています。しかし、賞さんはリクさんのブランド RKS リッキーの服を着た写真を公式ブログ、ショータイムでさりげなく投稿した、二度あった。一度目は2020年8月22日に T シャツを着た写真。 二度目は21年1月8日にパーカーを着た写真を翔さんは投稿していました。翔さんは天然で知られますし一度目はうっかりだったかもしれ終わったことで、事務所から注意されることも覚悟の上で弟のビジネスを手助けをしようとしたのかも、と言われましたね。翔さんは旧ジャニーズを辞めたので、今後は堂々と RKS リッキーの服を宣伝することもあるかもですね。 前室の女性誌ライター。昭和5月22日でキングプリンスをジャニーズ事務所からも退所。7月7日に同じく元金プリの神宮寺優太26と二人で滝沢秀明氏41のエンターテイメント会社トベイに合流し、10月15日には同じく元金プリ28も合流。 同日にナンバーアンダーラインアイを結成し、現在に至る。翔さん、神宮寺さん、岸さんは、戸部とエージェント契約をしていると言われています。エージェント、マネジメント契約と違い、経営やスケジュール管理など細かい作業をタレントが自分で行う必要がある。翔さんは、会社経営者としては、先輩である弟のリクさんに行けることも、あるでしょうね。 また、会社の住所を考えると、岸さんと神宮寺さんの二人も、陸さんとは接点があると考えられます。ワイドショー関係者、ショー神宮寺、岸は旧ジャニーズ事務所を脱退後に、それぞれの個人事務所株式会社 S、平野、株式会社 A、神宮寺、株式会社 K、岸を設立し、それぞれが代表取締役を務めている。そして、 三人の会社の本店は、リクが代表取締役を務めるアパレル会社、会社ある、と同じ愛知県名古屋市の住所で登録されているのである。なお、同住所には、平野兄弟が幼少期に通っていたダンススクールもあり、リクは現在のアシスタントとして働いているようだ。株式会社 S の法人等規模を確認すると、 会社の目的欄にダンススクール、ダンススタジオの運営及びダンスインストラクターの養成お及び派遣とも記載されています。今後飛びに入る未経験者のために、賞賛がダンス教室を開くのでは、という説も言われていますね。前出のワイドショー関係者。そしてこれまで、弟のリクもライブ活動を行ってきたが、ついに CD デビューを果たすのだ。 ナンバー、アンダーライン、愛も早ければ4年の初頭にはデビュー曲が発表されると、一部で報じられているだけに、アーティストとしてのコラボを期待する声もある。リクさんが音楽活動を本格的に再開し始めたのは、ジョニーズジム所対処と同時期だっため、弟と共に活動したいのもやめた理由ではという声が出たこともありましたね。 6月29日発売の女性セブン小学館では、戸部社長の滝沢氏が名古屋を訪れ、ラーメン店で賞さんの家族らしき人物にから3人で食事をしていたことが報じられたこともありましたが、そこに陸さんもいたのではと言われていますね。賞さんの今後の活動においては、家族の存在は海外進出と、 同じくらいかそれ以上のものだと考えられています。リクさんは名古屋を拠点にすることで家族をフォローし、また会社経営の面では賞さんにアドバイスができるでしょう。そして、賞さんは影響力の面でリクさんの活動をサポートできる。様々な面でサポートし合える両者。それだけに小さん、ナンバーアンダーライン愛とリクさんは今後、 お互いを支え合う、持ちつ持たれつな強制へ行くのでは、と見られていますね。全道平野神宮実感のナンバー、アンダーライン、愛と陸、4人でイベントを開く日も来るのかも。